さあ演じていただく方を発表いたしましょう。セバスチャン役はトーチさんお願いいたします。はい、そしてグレル役はですね、私でございます。ハードル上がってますからね。大変ですよ。よろしくお願いします。面白いんだろうな。すっげえ面白いんだろうな。面白いんだろうな。じゃあ、ね、あの普通ですよ。普通ですよ。またまたお願いします。悪魔と死人やっぱり分かり合えないのかしら。許されぬ二人の思い、まるでロミオとジュリエットの悲劇だわ。おい、あセバスチャン、どうしてあなたはセバスチャンなの。した主人からもらったその忌まわしい目を捨てて私だけを見てくれたなら。ただ一言、主人が私をセバスチャンと呼んだ時から、その言葉こそ新しき洗礼にして契約。その日からセバスチャンですよ。月に誓ってね。満ち欠けよ、移ろう月に誓うなんて不質な男ね。あなたの瞳は本当は何も愛していない汚れた瞳、無垢な魂を癒し、手と唇で汚す悪魔。イエス、あなたのメルキャス欧米か。ああ冷たいのね。美しい僕、天使のような悪魔、ハートの羽を持つカラスセバスチャンヌ。ああセバスチャン、朝なんか来なければいいのに。そしたらいつまでもこうして二人愛し合っていられるのに。でもアバンチュールはここまでよ。えい、情熱的なキスでお別れ。幾千にも幾万にもごきげんよう。やあ、さあドラスティックでドラマティックなレコードを見せてちょうだい。違う、いっぱい。ほっ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 。おひょいさん、お疲れ様でした。いやすごいですね。何ですか、洋風のポルノですか、あれ。すいません。こっちのやつはなかったことにしてください。続いてお相手してくださるのは福山さん、ステージにお越しください。お願いいたします。はい、はい、はい、頑張ります。さあ皆様もう大丈夫ですか。では参りたいと思います。続いての生アフレコが最後になります。こちらのシーンです、どうぞ。ちょっと聞きたいんだけど。何？ああ、昨日の夜何食べた？おとといの夜は？ねえ、最近忘れること多くない？ああ、確かに。ああ、大輔ちゃん、どうしてあなたそう忘れっぽいの？うざい！今日もバッチリ決まってるわね。女の子たちの目がハートになってるわよ。いえいえ、そんなことはないですよ。ジュンジュンこそ素敵ですよ。そのピエロの格好、今日はさすがに横浜ですからね。まさか自転車で来てはいないですよね。電車ですよね。内緒。それよりキスキスコレクションって CD 聞いたわよ。しかもバトラー役でチュ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 してて、聞いててドキドキしたわよ。ああいいわ、ゾクゾクするわ大輔ちゃん。ここにいる5000人の女子に向かってキスしてみてちょうだい。鈴木もキスかキス族の魚ですか。ああ逃げるのね。キス違いですね。そしてすごい開脚見せて。そんなに足を広げた
じゃあもうここでやってみて。ねえ大輔ちゃん、ああ大輔ちゃん、イベントが終わらなければいいのに。そしたらいつまでもこうして皆さんと一緒にいられるのに。上上げ上上げ。最後アフレコ終わった時、小野さんがなんか小袋の人みたいな状態の角度になってましたけども、はい、だって、それにしても福山さん今またテンションの高い方がアニメイトに出入りしたみたいな感じになってましたね今ね。そうですね、かなり、まあ本当に僕一言一句台本通りなんですけどね。どんな台本だよ。それで大体まあ今度聞かれる立場だと小野さんなんですけども、本当に昨日食べたもん覚えてないんですか。覚えてないですね。そんな刹那的に生きてるんですか。うん、瞬間瞬間を大事に生きています。ただ、過ぎたことはもう振り返らないです。あ、それが30を超えてからの生き方です僕は。はい、かっこいい。なんだか分かんないけど全員ね、過去のことっていう意味でおっしゃってたと思いますけど、過ぎたって言った瞬間に頭の中に友和ってすっごい出てきてる人がいっぱいいた感が超ある。全く関係ないですね。本当ですか。分かってないですか。うかつでした。うかつでした、はい、会場はそういう空気でしたけどね。はい、さてということで、2人にも演じていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。